次の撮影の件なんですけど、うん、もうあと30分ぐらいからもう外ロケ始まるんで、うん、もう中はじゃあ OK？ OK。 中分は OK。 外はこの辺、外はこの辺ちょっと30分ぐらい歩いて、うん、なんかこう透けるような、あ、透けるあのトイレ、最近ニュースになってた、うん、あのところに行こうかなと思ってて、うん、そこで撮影した後に、うん、渋谷のハチ公前ぐらいに、ハチ公前とか行く？え？いや、ハチ公前とか行くのかなと思って。うち？はい。まあもう、なんかハチ公待ち合わせとかもしないけど、なんかあんまりなんかそういうところに行ってないイメージが俺あって。ハチ公？マリリン。でも避ける避ける、ハチ公じゃない方から行っちゃう。やっぱりあそこすごい人多いじゃない、夜にかけてどんどん。でもあそことかだったら声かけられたりするんじゃないの？え？私？でも一番初めて、生まれて初めて白石麻里奈さんですよねって言われたのはハチ公前だった。あ、そうなの。うん、今日も多分だワンチャンそのハチ公前行くから、まあ、声かけられたら声かけられたで。どうなんだろう、でもなんかさ、撮ってたらさ、あ、今撮ってるから話しかけない方がいいかなってなるパターンもあるよね。でも回って、大体もそこら辺空気読むでしょ。読まない、逆に。え、ちょっと待って、ねえ、なんかすごい強くない口調。いやいやいや、そんなことないですよ。え、本当？はい。なんかあった？なんもないですよ。結構俺、もうすぐ撮影入ったら、なんかなんやかんやですぐ終わりそうな気して、今日。わかった。ねえ、めっちゃタメ口じゃない？なんか不思議な気持ちって思った。めっちゃタメ口じゃない？いや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 、そういうモードなの？いや、モードじゃないですよ、別に。いや、なんかそういう気分なの？もうこうやってやってきてるじゃないですか。確かに。だから、この一歩踏み出す、つっ、あえてなの？あえて、狙って、狙ってタメ口だったの？そう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 。だからもう今後その一個こうやって、さらにこういいものを作るためにも、うん、やっぱ仲をもっと縮めなきゃいけない、うん、っていうところで、ちょっと俺の中で一歩踏み出してみた。ちょっと、まだ慣れないわ。慣れる？違和感。慣れる慣れる、そのうち。いや、こっちが決めることだから。なんでよ、慣れる慣れるって。こっちが決めるのよ。じゃあもう、めちゃめちゃ仲いいけど、もっと縮めにかかってきたってこと？うん。うん。あ、そうか。なるほど。じゃあ私が慣れればいいのか、早く。うん、慣れた方がいい。え、違和感ある？めっちゃあるよ。違和感しかないよ。え、逆に戸惑う？戸惑ってんじゃん、今めっちゃ私。え、ほんと？背を向けてるよ。え、そんな戸惑って。え、いや。いや、なんか嫌とかじゃなくて、なんか、あってなっちゃう。 あんま話入ってきてない、だからさっきから。じゃあ入ってこようよ。入ってこようよ。え、いや。嫌とかじゃない、違和感。なるな。まあでもそのうち慣れると思う、うん、平気。それね、俺は平気。平気そう。平気でしょ。平気だよ、そんなの。なんでそんな。いや、面白くなってきちゃった。もっとやって、もっとやって、もっとやって。もっとやって。ちょっと喋ってみて。いや、なんかそれは、なんか逆にこう、リスペクトがないじゃない、それは。リスペクト。リニポイントつけるタイプ。リスペクトじゃなくて、リスペクトのタイプなの。リスペクトでしょ。なんでよ、リスペクトでしょうよ。何よ、それ。いや。リスペクトって何よ。インデンペースデーみたいな感じ。インデペンデンスデイ。いや、デイじゃないじゃん。ほら、もうね、こんな感じになれんのよ、やっぱこの方が。いや、もともと慣れてたよ、私たちって。もっと もっといけてるってこと、今、いつも以上にじゃないかな。いや、わかんないけど、私は。え、いや。それやめてほしい、一番。え、いやっていうのやめてほしい。でも、こんなことは別にそんな、あれでしょ、大した問題じゃないでしょ、でも言って。でもなんかすごい威圧感感じてきた。なんだ、高圧的に見えてきた。威圧。いや、なことないよ、対等。本当？うん、同じ目線。なんか見下されてるんだけど。それは椅子の上だからね。椅子ね。椅子。いや、いいのよ、こんなの。こんなんいいのよ。こういう話じゃないから。うん。やっぱちゃんとそういうのは
コミュニケーション取って、なんかこうこのスタイルでいくっていう俺の報告。やだ、なんかもう全部嫌になってきた。これ本当、うん、ダメ違うでしょ。え、嫌でしょ。なんで新しいの入れてきたの。そうだけど。そうだけど。まあ、っていう、あの、ちょっとモニタリングをしてまして。ねえ、まあ、え、また？はい。いつ？いつ？あのちょっと、まあ、今回の企画はスタッフがいきなりマリリンに対してタメ口聞いたらどんな反応するのか。正解はゲラゲラ笑う。ちょっとありま。めっちゃあった。いや、そっちの方がいい。こっちですか、うん、今のやつですか、うん、なんかしかもなんか怖かったよ。いやいやいや、そんなことないっす。顔も変えてたでしょ。いや、それは笑っちゃいそうだったからです。難しい顔頑張って作ってただけ、はい、てか、私やばくない？ずっとこうやってさ、そうっすよ、ずっとこうやって話聞いてたじゃん。そうっすよ。まあ、っていうことで検証結果、怒りはしなかったが、一線置こうとされたって。いやチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。